この度ヒカルさんとラファエルさんのコラボの話があったんですが消滅しました。僕からね、いろんな方に連絡させていただいた中にヒカルさんに LINE してラファさんに LINE しました。でいろんな経緯があるんですけど、まさに明日撮影しようっていう段階だったんですけど、今コラボしても、禁断側がちょっと弱いと、話題性が弱くなってしまうから、まあ、もっといい状態でやれた方がお互い得よねっていう、また禁断の再評価にはつながりにくい現状だと思ってるっていうのをはっきり言っていただいて、なしという判断に、あちらから言っていただいて、最初のその試飲メンバー加入のところまではもう一生懸命、ほぼタッツンがやってくれてたというか、その後の展開どういう動画出していくかは甘く見てたわけじゃないんですけど、禁断ボーイズのチャンネルのことは多分まあ俺の方が詳しいというか、もともといたメンバーなので、ちょっと任せてもらいたいぐらいのことを言ったのかな。もちろん妥協はしてなかったけど、追求が足りなくて今の YouTube の現状と合ってなかった系統の動画を上げすぎてしまって、思ってた何倍も伸びなくて、なのでそこの選別したのが僕なので、そこの責任は僕にあるなと思ってます。でその視聴者の方々と、メンバーにも僕はすごい責任を感じてて非常に悔しいんですけど、なんか正直めちゃくちゃ情けなくて、今までこういう姿を見せてこなかったんですけど、なんかやっぱ頑張ってるだけじゃオワコンはオワコンだなって思ってるんで、もっとやれることあったのかなって思ったんですけど、当たり前に頑張ってはいるんですけど、そんなことはどうでもよくて、やっぱりもっと話題を生まなきゃいけなかったなって思ってるんで、そこは本当申し訳ないと思ってます。まず田中さんのせいじゃない。それはほんまにもう全く田中さんだけのせいじゃないし、もちろん全員の責任。そうだね。やし、ヒカルさん、ラワさんにちょっともう早く、ちょっとこれはコラボしたいなって思わせれへんかった俺らの責任だった。そうだね。から、でも俺は結構プラスにも捉えてて、もう結構プラスやねんけど、多分それをヒカルさんに言ってもらえへんかったら、コラボに甘えてたやろなっていうのはすっごいあって、そうねコラボ以外にももちろん話題性うまだなっていうのをずっと並行して思ってたけど、なかなかそれがやっぱ難しいと、ただただ話題を生むだけじゃないやろうしとか、コラボ決まった時すっげえめちゃくちゃ嬉しかったし、現にめっちゃ楽しみやってこの話がなくなったってなって落ち込んだけど、でもこれで良かったかなっていう、ほんまに足を踏み取ってて、そのまま出してて、ちょこっと伸びてとか、それで他の話題性もちょっとなくていけんちゃうけど、コラボに頼っていくよりかはほんまに自分らで話題性も生んで、もちろんコラボはしていくし、他の人ができる、やってもらえる人とはコラボをしていきつつ、もっと本命に俺らが軸になるような話題性をちゃんと生んでから2人の目に留まって、じゃあ改めてこのタイミングでやろうっていう形が俺は理想的やなって思ったから、ほんまになんかそこもこういう状態のグループに、ごめんちょっと話題性が今足らんから多分最前線ではないと思うでって言ってくれる時点で、マジでよく言ってもらえたなっていう、一時的なうわっていう気持ちはあるけど、もちろん、これでいいやってか、そうしてくれてよかったと思う、マジで。なるほどね、その理由しかなかったなって感じだったから、その、ヒカルさんもラバさんも別になんか、お前なんかどうでもいいんだって、全く違います、ほんまに、なんかほんまにちゃんと伸びるためにはその方がいいんじゃないっていう結論やし、マジでもてかもうその LINE を読んで1秒で納得したし、ほんまにそう、グーの沼出んのよ、グーの沼ね、ほんまにそうって、でそれが悔しいのは分かるけど、じゃあもう後にもうコラボするしかないような状況の俺らするしかないんよ結局、っていうことやから、ヒカルさんとラファさんに関しては、そうだからもうこれでもっと大きなプラスの結果を埋める道になったと思ってたら、
でこれで無理やったら俺らの響きさ、そうね、っていうだけの話だから、そういやそういうことなんでね、はい、うん、これを完全に力に変えていきましょうか、うん、そうですね、ポジティブにね、いやもうなんか、うん、よかった、出た、ありがとうございます、本当ありがとうございます。